日本鹿児島県薩摩仙台市上越木町鉱石、上越木町鉱石は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国古式島郡古式島合校、石村、古式島郡上古木村大技鉱石、薩摩郡上古木村大技鉱石。郵便番号は896-1203。人口は147人、世帯数は77世帯。 上古式村郷土市によると1977年時点での面積は4.15平方キロメートルである。薩摩半島の西部に浮かぶ古式島列島北部の上古式島の南東部に位置している。阿佐行の南部の多くは東、シナ海に面しており、北方には上古式町、中野、上古式町中古式、東方には里町里にそれぞれ接している。 アザ駅の中央部には、黄石港があり、その周辺に集落が集中して所在している。また、塩巻には、金婦神社がある。江戸期には、座王三所権源と称されており、明治期に金婦神社に改称されたもので、金山彦神、金山姫神を祀る。高石墓地の山中の 0.2R の区域と、高石小学校跡地付近の 1R の区域、中野と、 高石の間を結ぶ、林道付近の 0.1R の区域に、黄色土鳥餅が発生しており、らやネズミ餅が寄生していることが確認されている。上古式村郷土市によれば、地名の由来は不明であるが、湾港に小島という岩から形成された島があり、岩の島や瀬がある裏という意味に由来しているのではないかと推測している2015年3月16日に、 古式島列島の区域を対象とした国定公園として古式島国定公園が指定された。集落を除いてほぼ全域が国定公園の区域に含まれており、2015年3月16日の鹿児島県国寺古式島国定公園区域内における特別地域の指定により一部が特別地域に指定された。国土地理院地図。国土地理院地図。 陸系した浜辺や、海象上,上の恋は、無名の岩を除く。角川日本地名大辞典によると、上古式町鉱石の小技は、以下の通りである。かやむた、大床、小浜、白木の下、小平、大仙、河内、三。江戸時代後期の中古式裏と、江石裏の江津鉱石という地名は、江戸時代より見え、薩摩国古式島郡古式島里のうちの江石村で、あった。 村高は、三州五地西洋欄によれば183国余り、急行給料取調べ町では178国余りであった。江戸時代の測量家である、井上忠敬が表した、九州東海辺園会村順によれば、高石村の矢数は174であった。法歴頃に、割地制度と呼ばれる、土地共有制度が確立し1971年に、 共有殿の割合が行われるまで存在した。1889年に町村制が施行されたのに伴い、上古式島及び中古式島の全域にあたる中古式村、中野村、高石村、平良村、小島村、瀬上村、村総野穂村、里村の区域より、上古式村が成立し、それまでの高石村の区域は、上古式村の大技、高石となった。 1999年4月2日に、こういう水面埋め立て地の区域を、こう石屋在池田に編入した2004年10月10日、この市町村合併に伴い設置された法廷合併協議会において、大技名については、従前の村名を町名とし、これを従前の大技名関したものをもって、大技とすると協定され、旧村名である、古輿 合併当日の10月12日に、鹿児島県の国示である字の名称の変更。この国示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大技名が、高位市から薩摩仙台市の大技、上越基調鉱石に解消された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。高石市にはかつて、 上越木村達江市小学校が設置されていたが、1969年に中津小学校に統合されて、以降学校施設は設置されていない。高市小学校は、1879年に高市官易小学校として創立し、1900年に高市小学校、1964年に尋常小学校となると同時に高等科を併設。 1941年に国民学校となり、第二次世界大戦終戦後の1947年に高一小学校に改称した。1969年に児童数の減少により中津小学校に統合され、並行した。私立小中学校の学区は以下の通りである。コミュニティバスである古式化の小百合バスが運行されている。 上古式町村の裏から上古式町中古式を経て、高石までを結ぶ路線が運行されており、高石の区域にあるバス停は2020年現在以下の通りである。ありがとうございます。